北側からのラルンガルゴンパ西側からのパノラマ写真、ラルンガル総院は中国四川省関西チベット族自治州イロタ地県にある世界最大の仏教学院である。標高4000メートルの高地に4万以上の修行小屋が立ち並ぶチベット仏教の聖地である。この総院の目的はチベット仏教の宗教的な教育を提供し、 1966から1976年の中国文化大革命後のチベット全土の学識と瞑想を刷新する必要性を満たすことであった。隔絶された地であるにもかかわらず、1980年当初はチベット仏教の構想をジグメ族の家に集った少数の弟子たちのみであったが、2000年までに約1万人。 2015年には4万人に達した。2001年に中国は社会の安定性の懸念から2000個を破壊、人口1400人に制限した。その後、住民などの手で毎年1000以上の家が建てられていたが、しかし2014年1月の大火事で木造の約100個が燃えてしまった。2016年7月22日に中国の警官と 私服警官が地方自治体が先月に命じた命令に基づいて家の破壊を開始した。中国政府は分離主義勢力を亡命させるための情報をルフするハブセンターとみなしており、設定した上限の5000個以内に抑えるための段階的な手順を示した8カ条のガイドブックを発行した。2016年12月6日。 チベット亡命政府は国連にこの問題に介入するよう求めた。2016年12月15日、欧州議会は中華人民共和国に対する決議を可決し、ラルンガルの取り壊しを非難した。ありがとうございます。